はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は Steam で11月下旬にリリース予定とされる面白そうなゲームを紹介していきます。私自身ニッチなゲームを実況しながら、今後発売予定とされるゲームをね、簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら、高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは本題の前にね、先月10月にリリースされた高評価な作品をピックアップ紹介していきます。ティアーダウン、10月29日リリース、日本語未対応、評価は圧倒的に高評、6410件中 95% の方が高評価。全てが破壊可能な強盗アクションゲーム。プレイヤーは強盗となって、各マップに配置された複数のターゲットを制限時間内に全て盗み出すことが目的。キャンペーンモードでは借金まみれで会社が圧迫され、怪しい人物から怪しい仕事を引き受けるようになった主人公。金のために破壊の限りを尽くし依頼をこなしていくといったストーリー。発売翌日の10月31日の同時接続プレイヤー数はピークで8839人を記録し、すでに個人作品の開発としてヒットと言える規模になっているとのことです。ティアーダウンは10月29日リリース、日本語未対応の作品です。はい、それでは本題のね、11月下旬リリースのゲーム紹介に行ってみましょう。まずはじめに、ファイヤーファイティングシミュレーターザ・スクワッド。2020年11月17日リリース予定、日本語対応の作品。アメリカの大都市が舞台の消防士シミュレーター。消防隊の隊長としてチームを率いて火災と戦うファイヤーファイター。約60平方キロメートルの広さを誇る北米西海岸の大都市をモデルに、30以上の火災現場で巻き起こる様々な任務に挑む。火災シミュレートにもこだわり、バックドラフト、フラッシュオーバー、油火災、電気火災、爆発火災と急激な炎症被害を可能にする複雑な物理演算システムを採用。ゲームモードはシングルプレイモード、マルチプレイモードがあり、マルチプレイモードは最大4人で火災現場に挑むことができるとのことです。ファイヤーファイティングシミュレーターザ・スクワットは11月17日リリース予定、日本語対応の作品です。マーズホライズン、2020年11月18日リリース予定、日本語対応。企業が火星を目指す経営シミュレーション。1950年代の世界を舞台に、宇宙開発を行う企業を運営し、人類を火星へと導くといった内容。本作の開発は本格的で、欧州宇宙機関およびイギリス宇宙局のサポートとデータ提供を受けて開発されているのとのことです。発射台、研究所、宇宙飛行士の訓練施設など自分だけの基地を作成でき、数百の組み合わせでオリジナルの宇宙船の製造などを行えることも魅力の一つ。ゲーム内には他のライバル企業も存在し、情報を共有し、一歩でも早く人類の宇宙開発の発展に協力するもよし、単独で宇宙開発を行い賞賛と名誉を独り占めするもよし、個人的にロマンがある面白そうな作品だと思ってますね。マーズホライズンは2020年11月18日リリース予定、日本語対応の作品です。 B シミュレーター、2020年11月18日リリース予定、日本語対応。ミツバチの視点の世界を体験できるゲーム。1年前にエピックゲームから先行発売され、スイッチ、プレイステーション4でも今年の4月に発売されていた作品ですね。タイトル通りミツバチになりきれる疑似体験ゲーム。本作は教育的な要素も高く評価されており、花粉の集め方やスズメバチとの争い、ミツバチに関する豆知識などが豊富に盛り込まれ、意外と知らなかったミツバチの生態を知ることのできる作品になっております。ゲーム内容も非常にカジュアルで、舞台はマンハッタンのセントラルパークの広大な自然公園で、ミツバチの一家を守るために働く一匹のミツバチを主人公にした物語です。働きバチとなって女王バチの指示を受け、さまざまなミッションをクリアしていく作品。 B シミュレーターは2020年11月18日リリース予定、日本語対応の作品です。アットデッドオブナイト、2020年11月19日リリース予定、日本語未対応。実写とグラフィックが融合した新感覚ホラー。舞台はシービューホテルと呼ばれる三つ星のホテル。支配人はジミーホール。主人公のマーは友人を探すためホテルを訪れますが、このジミーホールと呼ばれるサイコパスが運営するホテルに閉じ込められるところから物語は始まります。マーは何とか脱出し、友人を救い出すためにサイコパスが徘徊するホテルを探索する。彼女はホテルで霊の声が聞けるレシーバーを手に入れます。ホテルに取り付いた霊と交信し、ジミーホールの秘密を明らかにし、友人を救い出すことができるのでしょうか。本作の特徴は実写とグラフィックを融合させ、他に類を見ない没入感を再現し、より一層の恐怖体験ができるとのことです。
アットデッドオブナイトは2020年11月19日リリース予定、日本語未対応の作品となっております。ディーゼルパンクウォーズ、2020年11月20日リリース予定、日本語未対応。戦車や戦闘機、戦闘艇を作る車両兵器クラフトゲーム。ディーゼルパンクウォーズは300種類以上のパーツを組み合わせ、戦車や戦闘機、戦闘艇等の最高の戦闘車両が建造可能な作品です。高度な物理演算とダメージシミュレーションを駆使し、戦闘をメインに考えられた車両構築をしなければならず、多種多様な素材で構成された車両は走行の厚さも様々であり、空気抵抗や長弾などを踏まえたフォルムを考える必要もあります。ゲームモードはシナリオに沿って進めていくシングルキャンペーンモードと、自由予算で乗り物テストできるサンドボックスモードがあるみたいです。ご興味ある方は無料版のディーゼルパンクウォーズプロローグをプレイしてみるのもいいかもしれませんね。ディーゼルパンクウォーズは2020年11月20日リリース予定、日本語未対応の作品です。ブリッジコンストラクターザ・ウォーキングデッド、2020年11月20日リリース予定、日本語対応。ウォーキングデッドとブリッジコンストラクターのコラボ作品。海外ドラマで有名なウォーキングデッドと橋を建設していくゲーム、ブリッジコンストラクターのマッシュアップが実現。本作にもダリル、ビション、ユージーンといったね、ドラマでおなじみのキャラクターが登場します。私もドラマを見ていたので楽しみです。さて、本作はね、各ステージにおいて橋を作り、生存者や車両を対岸へ導くといった単純なものです。しかし、橋は物理演算で計算されているところがポイントで、橋の構造や荷重を考えて建設しないとすぐに崩壊してしまいます。反対に丈夫すぎる橋を作ってしまうと、ウォーカーの大群も橋を渡ってきてしまうっていうことがあるんですね。さあ、ウォーカーをね、強力な罠に引きつけて生存者たちを安全に導きましょう。ブリッジコンストラクターウォーキングデッド、2020年11月20日リリース予定、日本語対応の作品です。アンリアルライフ、2020年11月20日リリース予定、日本語対応の作品。記憶を読み取れる少女と喋る信号機の物語。2020年5月14日に任天堂スイッチから発売された本作が Steam でも遊べるようになります。私この作品プレイしたかったんですけども、スイッチ持ってなかったんでできませんでした。このゲーム発売されるの嬉しいですね。さて、このゲームについてね、紹介していきましょう。 2D ドット絵のパズルアドベンチャー。ハルという記憶喪失の少女と喋る信号機195との出会いから物語が始まります。自身の記憶を取り戻すため冒険の旅に出かけるハルと195。ハルには特殊能力があり、触ったものの記憶を読み取ることができ、現在と過去の風景を見比べ、新たな発見やハルの過去につながる情報を得ることができます。記憶を辿った先に待ってるのは一体。アンリアルライフは2020年11月20日リリース予定、日本語対応の作品です。キルタ、2020年11月20日リリース予定、日本語未対応。ファンタジー世界のギルド運営ゲーム。プレイヤーは新しく設立されたギルドのギルドマスターとなり、あらゆる人々から依頼やクエストを受け付け、パーティーを派遣し、栄光と名声を得て最高のギルドを目指すといった作品です。ギルドマスターの仕事はもちろんギルドの繁栄。そのためには優秀なギルドメンバーが必要不可欠で、どのヒーローもそれぞれの特徴や能力、セリフなどが異なり、この個性的なメンバーたちを適材適所な任務に就かせることが重要です。さらにギルドメンバーたちには武器防具の支給も必要です。どのような敵に直面するかを常にチェックして、より良いアイテムを装備させましょう。戦闘はオートバトル戦闘システムで、各戦闘の開始時には敵とその能力、陣形を考慮してヒーローを配置しなければなりません。ヒーローは自分たちで戦うことになりますが、ギルドマスターであるあなたの準備がヒーローたちの精神につながります。あなたは思いやりのある有能なギルドマスターなのか、それとも最悪のギルドマスターになってしまうのか。キルタは2020年11月20日リリース予定、日本語未対応の作品です。ジムタイクーン、2020年11月24日リリース予定、日本語未対応。トレーニングジム経営シミュレーション。おなじみのタイクーンシリーズ、今回はトレーニングジムの経営です。さまざまなトレーニング機器を自ら配置し、ジムを経営していくシミュレーションゲーム。はじめは小さなトレーニングジムを自分の思い通りのまま作成し、どんどん大きく最高のトレーニングジムにするといった作品。ジムビジネスを発展させ、経験値を稼ぎ、トレーニング器具のアップグレードもでき、さらにジムメンバーのニーズに合わせて様々に対応していくことが求められます。結果にコミットできる作品ではないでしょうか。ジムタイクーンは2020年11月24日リリース予定、日本語未対応となっております。ウィンターリゾートシミュレーターシーズン2。
2020年11月26日リリース予定、日本語未対応、冬到来スキー場経営シミュレーション、エキサイティングな技術施設や乗り物が満載のスキー場をリアルに再現した本格的なシミュレーションゲーム、スキー場経営者のさまざまな日常を体験することができる作品となっております。チケットの価格や評判など経済システムのさまざまな要素が盛り込まれて、経営者として利益を確保しながらもお客様を可能な限り満足させることが重要です。本作ではマルチプレイヤーモードも搭載しており、フレンドと協力してスキー場を操作することもできるみたいですよ。ウィンターリゾートシミュレーターシーズン2は2020年11月26日リリース予定、日本語未対応の作品です。スピニーズジャーニー、2020年11月27日リリース予定、日本語対応の作。イライラ棒のようなイライラするゲーム、棒状の宇宙船を操作してコースフレームや障害物に当たらないようにゴール地点まで到達するゲーム。すごく単純なのにすごく難しいゲームです。物語は宇宙人の探検家スピニーが地球に到着したところから始まります。地球という惑星は全てが巨大で驚くばかりでした。そんな時、空を飛ぶ巨大な捕食者に宇宙船をちぎられ部品を奪われてしまったのでした。故郷に帰るには全ての宇宙船パーツを見つけなければなりません。かなりやりごたえのあるゲームに違いありませんが、それ以上にイライラしそうなゲームです。せっかちな人には向かないかもしれませんね。スピニーズジャーニーは2020年11月27日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、今回はSteamで11月下旬にリリース予定とされる面白そうなゲームを紹介していきました。次回は待望のね、サイバーパンク2077のね、紹介動画をお送りします。ご興味ある方はチャンネル登録お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様、明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。